明らかになんかいろいろ吊るしてあった跡みたいなのあるけど、折り紙の鶴があるな。ああやった、あるよ。うわえぐ、うわえぐ、ほら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 、これさ、うん、人形にくっつけてたやつね。これを供養するために吊るしてたと。うわやば、なんでこの赤ちゃんさ、うん、メリーさんのカン、本来ヤガダって読むところをカンと読むらしいです。いやもうなんか名前からして怖い。六甲山っていう山のどこかにある廃墟らしいんだよね、うん、ああもう使われてないとこ。そうどこかにあるっていうのがヤバそうだね。なんで、うん、メリーさんのカンっていう名前なのかっていうことですよね。まあ、はい、そうだね。どうやらその廃墟に羊の剥製が飾られてたからメリーさんの缶っていうらしいんですよ。まあ、じゃあメリーって羊の方のメリーなのね。あ、そういうことか。あ、そうなんですよね。こう万が一見つけてしまった場合、三日三晩高熱にうなされてしまうという噂もあります。もう呪いじゃんね、もうね。もう呪いみたいなニュアンスですよね、うん、メリーさんの缶のこの怖い話っていうのは、うん、有名な稲川淳二さんの階段から来ているとも言われています。ああ、そうなんだ。めちゃくちゃ有名な人やね。予想レートは SS。 そうだね、ダブル S ぐらいありそうだね。頑張って、それでは行きましょう。はい、行きます。見たら分かる通り小屋みたいなのがね、こう続いてるんですよね。一応あるね、小屋ね。ああ、うん、こんな感じでそのメリーさんの缶がそのうち出てくるみたいな感じだと思うんで、うん、とりあえず進んでみますか。はい。あ、うわ、はいはい。いや、もうさらに下に行くんだと思って。あ、これやばい道に行きそうな予感がする。うわ、ちょっと足場気をつけていこう。やべえ道だぞこれ。引き返せねえぐらい森だぞ。えぐい。ちょっと待って、マジで嬉しい。やっとだ。ちょっと本当に嬉しい。見て、もう胸の高さまで茂ってるからね、ここ。あ、マジでめっちゃスムーズで歩ける、ここ。葉っぱだらけでわかんねえけどさ、これ一応柵になってんじゃん、ほら。ほんとだ、ちゃんと道だ、ここ。やばいね。じゃあやっと、ようやく整備されてるとこまで来たから。もう少しかもね。もうちょっと。行きましょう。キューピーの館。キューピーってあのキューピーですか？人形？まあ人形のキューピーですね。の館。廃屋があって、うん、そこに赤ちゃんの人形が吊るされていると。うわ、あ、だからいわゆるキューピー人形が吊るされてるってことだよね。うん、まあそういうことだね。人形を吊るしてる行為が子供を供養するための行動だったのではないかって言われていますね。なるほど。人形はね、もうそれぞれ
日付とか名前が記入されてるみたいで、一番古いのは大正時代らしい。え、マジで？めちゃめちゃ古いね。あれ、もしかしたら日付とかもう子供が亡くなった日とかそういうことなのかもしれない。廃墟の中でも危険な場所って言われてて、うん、もう霊現象がとにかく多い。特に天井をドンドンって叩くような音がよく聞こえるらしいです、うん。マジで天井を叩く、まあ何なんだろうね、子供が叩いてんのかな。予想例とは、はい、 SSS。 おお、トリプル S 来た。3つですね。これはもう怖いでしょ。まあ怖いよな、明らか怖いだろうね。まあ、見た感じも怖いもんね、うん、そのキューピー人形吊るされてるってとこだけでもね。人形に霊は宿りやすいともよく言いますから。そうですね。そんな人形が大量に吊るされてるっていうこともあって、まあだいぶ怖いでしょう。張り切ってやっていきましょう。はい、はい。そうそう、結構歩いたけどね。なんか家じゃね？あー、小屋だね。小屋じゃん。わー、やばいね、こう抜けてるね、下。あー、でもなんか折り紙の鶴があるな。ほら、お札もあるよ。本当だ。本当だ。うん、まあでも人形はないな。でもここ明らかになんかいろいろ吊るしてあった跡みたいなのあるけどね。これとかなんか、こなんかここに提灯の上の部分みたいな、うん、そういうのがあるけど、うん、なんかぬいぐるみの中身の綿みたいなものがここにいっぱい落ちてる。ほんとだ。あ、ほんとだ。黄色い。結構なんか腐ったりもしてるね。うん。でそれがなんかさっきさ、冒頭言ってたなんかその心霊じゃなくて大正か、大正の、あーの人形のあれかもしれない。気をつけろ。あるよ。ある？え、あった人形じゃん。ほら。うわ、えぐ。うわ、えぐ。やばいわ。うわ、やばいな。なあ、じゃあ多分合ってるわ、ここで。ダイレクトだね。ダイレクトにしかもなんかめっちゃ目あったわ。だからこれよく見たらさ、体の部分がさ、さっきのぬいぐるみの内側の綿みたいなのがあるんだよ。だからやっぱりそこにたくさんあった綿ってことは、やっぱここにいっぱい吊るされてたんだろうね。ちょっとこの下とかないかな。うん、やっぱあれのそれしかないっすね。それしかないよ。奥とかにないかな。それしかいっぱいあったのに、その1体だけってやばくない？回収されたのかな、普通に。なんで残してるって何？胴体もあるんだけど。ああ、あるの。でもなんか、なんていうの、首がもがれてるというか、なんかボロボロになってるみたいな。ドドンドドンドドした。え、ママって言わなかった？そう、でも確かに足音が聞こえた。え、俺ママって聞こえたね。こっち？こっち。てかさ、人形よく見たらさ、ほら、めっちゃそこにいんじゃん。今こっち完全に動いてる。ほらほらほら。今でも明らかしたよね。うん。え、もう本当にみたいな感じってね。でも今冬だぜ。
じゃあちょっと失礼します。うわお前行く、うわ鳥肌やばい、うわやばい、もうさ、うん、なんでこの赤ちゃんさ、うん、首にロープある、え、ロープあんの、これロープでしょ、え、ガチじゃん、供養するためなんでしょ、うん、なんでわざわざここでくくるのかなって、ちょっと怖くない、確かに、なんで首なんだろうね、元あった場所に戻しておきましょう、はい、もうちょっと周り見れないかな、まあちょっと行ってみ、まあで行けるところまで行くか、ああ向こう側まだ行ってないよね、オッケー、うわっ、えっ、てか待って、これもそうじゃん、うわー組み上げてるよ、これもそうだ、ほら本当だ、うわ他の人形たちはちゃんとこう処理されたのに、うん、ここの2体だけはなんか取り残されてるっていうのがまたこもってそうというか、うん、確かに、何だそれ、今これさ、うん、人形にくっつけてたやつじゃない、名前があってわざわざ生まれまで書いてんだよ、あーほんとだ、ほんとだ、生まれた時間を書いてんだな、そう何分だもんね、午前3時何5分みたいな、もう生まれって書いてるもんね、うん、あーもうこれ完全じゃん、証拠じゃんもん、じゃあやっぱここだったんですね、うん、じゃあ人通り見たんだけどやっぱ、うん、あの2体の人形以外は特に何もなさそうなんでここでじゃあ暗闇タイムをやりますか、はい、まあ、前回リボン一人検証してなかったから、じゃあリボン暗闇タイムやろうか、やりましょうか、はい、これからですね大体10分ぐらい暗闇タイムを一人でやっていきたいと思います。足元悪いんであんまり大きくは動けないですけど、ちょっと暗闇タイムであの外カメラとか内カメラにしつつちょっとやっていきたいと思います。さっき見つけた名前の照明のやつですね、いや実際ちゃんとあるんだな、これがもう説得力がでかすぎてやばいですねマジで。でやっぱ天井うわすごいぼやけるな、ピントが合わない、あったあった、天井とかもね叩く音が聞こえるってことなんで、まあちょっと天井とかも映しつつですね。で足元マジで不安定なんですよね。ここが天井ですね。天井裏なんですけど、特になんもかな。こっちに進んでいくと、あマジで本当に今僕見えないんですよね前が。よし。はい。よし。ちょっとキューピーのさっきのところで見てみましょうか。ここら辺がさっき人形を見つけた場所なんですけど、あ、いた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 、いた、うわ、めっちゃ怖い。これを供養するために吊るしていたという感じですね。何者？さすがに葉っぱ？さすがに葉っぱだよね。この下見てないですよね多分。この下見てみます。縁の下ですね。でも特にまあなんかあるわけでもないかな。なんか引っ込まなかった今、気のせいかな、なんか完全なんかが画面の左下の方から引っ込んだ気がするんだけど、今僕一人なので誰かいるんだったらアクションしてください。天井叩いてもいいです、何かないでしょうか。え、今ドーンっつったよね完全に。え、え、
あ、ちょっと来てるかもしれない。今ドーンって言ったんですよ。でドーンって言ったのを撮ってる間にこっちで笑い声してるんですよ。ほら動いてる。完全寄ってきてるかもな。今こっちから嫌な感じだな。絶対なんかいるこっち。もう何もなければ僕は帰ります。何が一体待ち構えてるのか、目の前に霊力を沈めるためってことでしょう、つまりは。まあそういうことになるよね。誰が来てる？え、絶対来いしない。あった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 。底なしの井戸。あ、これやばいじゃん。てか見て、え、お祭りもしてるもん。ほら本当だ。声が聞こえた方向になんかお墓みたいなものが。ちょっと待ってくださいね。誰かいねえか。後ろの方に木いっぱい並んでるじゃないですか。そこら辺にいるんですよ、3人。